ようございます、プロデューサーさん。はい、それがいつの間にか私のスケジュールにルミナスの事務所を開けるように入っていたんです。不思議だなと思ったんですけど、確認はしたくて。あ、ルミナスの皆さんは来ていますよ。お疲れ様です、プロデューサー。皆さんこちらに。はい、プロデューサー様。私たちだけじゃありませんよ。これだけの人数が集まるとまたルミナスの活動が始まるみたいですね。お仕事の現場やレッスンで何人かとお会いすることはありましたけど、この事務所に集まるとなんだか別の嬉しさがありますね。やあプロデューサー、みんなも元気そうで何よりだ。成功の乙女たちとの再びの開口に我が魂も駆り立てられたわ。まだ集合時間前だものね。私も早く着きすぎちゃったみたい。そうですね、つい早く家を出てしまいました。私も皆と再会できること、まこと楽しみにしておりました。気にしないでください。待っている間も近況の話をしてましたから。我らの魂に刻まれた新たなる伝説を分かち合っていたわ。積もる話があるからね。それにここでみんなと話していると落ち着くよ。他にも世間話などもしていました。彗星の話がとても面白く。もうすぐ地球に最接近するフォーチュン彗星の話をしてたんです。SNS では結構話題ですが、意外と知らない人も多いみたいで。プロデューサーもご存知だったんですね。私も彗星見てみたいです。そうね。あ、ところでプロデューサー、そろそろ本題に入ってもいいですか？プロデューサーさんからの招待状ですけど、これはどんな意味なんでしょうか？何のことって、プロデューサーが私たちをここに呼び集めたんですよね。え、あの招待状にプロデューサーの名前が書いてあったので。みんな同じ青い封筒に入った招待状を受け取り、その内容に従って集まった。ご指示通り同封されていたカードも持ってまいりました。その様子だとプロデューサーには身に覚えがないみたいですね。私たちはプロデューサーさんに、プロデューサーさんは私たちに呼ばれたなんて。まこと面妖な。謎。きっとそれは私たちに送られたカードのことでしょうね。私のカードには文字が一つ書かれてるだけで意味がわからなかったわ。みんなはどう？私のもそう。カタカナのルとだけ。私もルでした。
どのような意味があるのでしょうか。私のカードにはカタカナでずっと書いてあります。リンゼは天でしょうか。私のはみね。全員のカードを見てみましょう。私のはなと書いてあります。我が信託の札にはすと記されているわ。私のカードは一かしら。それとも伸ばし棒。私のカードには漢字一文字で始まるとだけ。同じ文字は一組だけ。意図がわかりません。なといえば何かしら。な、な、ランコのと合わせるとナス。ナス、紫の魔力の結晶ね。灼熱の炎に包まれて真の姿を表すという。そうね。でもナスではない気がするわ。他のカードは食べ物ではなさそうだから。もしかするとカードに仕掛けがあるのでは。水に濡らしたり炙り出しなど。見た目だと仕掛けなんてなさそうだけど、これは多分アナグラムね。アナグラム、確か文字を入れ替えることだったわね。それじゃあみんなのカードを並び替えてヒントが浮かび上がるか試してみよう。アナグラム、難解です。ルミナスは間違いないと思うんだけど、残りが全くつながらないわね。仮にルミナスではないとしても他に意味のある文章は作れない。あの、すみません、遅くなりました。皆さんもうお揃いですよね。久しぶりだね、ルミナスのみんな。どうしたんだって、君が呼んだんじゃないのか。なるほど。プロデューサー、私の方から説明してもいいかい。なるほど、そんなことがあったんだね。面白そうじゃないか。二人にもプロデューサーの名が添えられたカードが届いているんじゃないかい。あ、はい。私のカードにはあと書いてあります。私のには動くと漢字一文字が書かれていたよ。さくやちゃんのカードと合わせれば指導、ルミナスと指導、あとは。なるほど、それじゃあ並び替えてと。ルミナス、アズール、指導って間違いなさそうですね。ルミナス、アズール。プロデューサーさん、何が始まるんですか。引き出しか、どれのことかな。机ならたくさんありますけど。差出人にはプロデューサーの名前が書かれていた。それなら君のデスクという線はどうかな。おや、また封筒だ。
差出人は、チェシャだって。チェシャというのが仕掛け人のようね。一体何者なのかしら。ルミナス・アズール、これって新しいユニットってことなんでしょうか。そこに書いてあったフューチャーライブってもしかして。フューチャーライブの噂、なんとなく聞いたことがあるような、ないような。私も聞いたことがあるよ。未来を切り開くライブってね。でもそのライブを企画したプロデューサーはイベントの実現を見ることなく他界したそうだ。なんと道半ばで。どれほど無念だったことでしょう。それでフューチャーライブはどうなったんですか？確かその後を引き継いだ方も相次いで降板したんじゃなかったかしら。私が聞いた話ではその後二人が降板して最後の一人は行方不明になったそうです。フューチャーライブを成功させることが目的なら、その三人の中の誰かがチェシャということ？でももし3人目の方だとしたら、行方不明になった人が私たちを集めたってことですか？同一人物かどうかはわからないけれどね。何か関係がある確率は高いと思うよ。いずれにしてもフューチャーライブがいわくつきであることに変わりはないわ。実現されたことのないいわくつきのイベント面白いじゃないか。ですが噂はあくまでも噂、真偽のほどはわからないかと。でも火のないところに煙は立たないとも言うし。さすがだね。それでこそ君だ。うちの事務所のことは気にしないで、こちらで話をつけておくよ。私もお母さんに頼んでみます。もう一度皆さんと同じステージに立ちたいです。封筒の中にもう一枚小さなカードが。その信託が示す乙女、我が魂の記憶が呼び覚まされるわ。